はい、今日は予選2番でスタートで、決勝3位で終えました。まあ、スーパーフォーミュラでは、ようやく初めての表彰台を獲得することができて、まあ、昨年はスタートがなかなかうまくいかなかったり、あとレースペースもちょっと今一つな状態だったんですけど、まあ、昨日からそこが少しずつ改善されて、まあ、レースも、第1スティントはちょっと厳しかったんですけど、第2スティントは、トップ2台にずっと、後ろについていきましたし、少しずつ、昔のトムスの強くて速いチームになってきていると思うので、引き続き、僕ドライバーとチームで、協力し合って、もっと改善できるように頑張りたいと思います。今週末応援ありがとうございました。